それではパネルディスカッション2プラネタリヒルス包括的な視点で日本社会が取り組むべき対策に移ります。モデレーターは長崎大学プラネタリヒルス学館長の渡辺千穂先生です。皆様のプロフィールは配布資料のとおりです。皆様の簡単なご紹介を含めまして進行を渡辺先生よろしくお願いいたします。 ははい皆さんこんにちはあの渡辺です、えー、一番最初にちょっとあの、まあ、あの前半に比べると非常にブロードなあのスコープを持った、えー、ディスカッションになりそうなので、えー、っとそれぞれの方について、えー、っと簡単にあのお名前とそれからどんな立場からお話しいただきたいかということをあのご紹介したいと思います。で一番向こうからいきますと,、えー、っと春日さん、えー、主にあのフューチャーアース今長崎大学にいらっしゃいますけれども。 あの世界的なイニシアティブであるフューチャーアースの、まあ、国際事務局の,あのディレクターとして、まあ、長い間勤めてこられておりますそ,そのため、まあ、あの学長の話の中にございました、えー、学際的な取り組みあるいは超学際的な取り組みこういうところにいろいろ取り組んでいらっしゃいましたの、ね、でその観点からいろいろお話をきたいただきたいと。 え次は、えっと、トニー・ケポンさん、えー、オーストラリアのメルボルンにあるモナッシュ大学の,あの持,続可能性、えー、持続可能開発研究所というところの教授を務めておられます。でトニー・ケポンさんはあのプラネタリー・ヘルスというものがもともとランセットの2015年の論文に初めてこう大きくあのブロードキャストされたわけですけれども、まあ、その協調者の一人であるとともに、まあ、その後もいろいろな国際舞台で活躍されていると、そんな形で、えー、助言をいただきたいと。 次は原口さんです。原口さんは今は MS&AT インターレスク総研フェローということでございますけれども、まあ、今日は特に TNFD どんくらいお聞きになったことがある方がいらっしゃるかわからないんですけれども後ほど原口さんご自身からあの解説をしていただくということでこれはあの自然とそれから企業のアクティビティというものをいかにこう 調和させていくかと、そういうことについてのディスカッションが行われていて、今、日本から代表されている方の2人のうちのお一人として今日参加していただきました。え次が山野さん、えっと、国立環境研究所の生物多様性領域というところの領域長さんです。えー、山野さんは環境変動が生物に対してどんなレスポン、どんな、えー、インパクトを及ぼすのか、それに対して生物がどう応えていくのか、そういうことにずっと興味を持って、えー、長い間研究されている方です。 えー、一番私のお隣にいらっしゃいますのが吉富さん、えっと、現在、えっと、厚労省の国際化・国際保険というところにいらっしゃいますけれどもえ元は環境省にいらした方で、まあ、あのこう今日話し合うような課題っていうのはちょうど本当に環境とそれから保険とその間に起こってくる話なんですけれども、まあ、その両方の立場からこういう問題をご覧になっていて、まあ、どんなようなことを感じておられるかというところをお聞きできればいいかなというふうに思っています。 というところで、えっと、今日のディスカッションに早速入っていきたいんですけれども、まあ、あの非常にタフなディスカッションなんですけれども一番最初に、まあ、それぞれ今は簡単にご紹介申し上げましたけれどもそれぞれの方からご自分の,、まあ、あのご自己紹介として若干付け加えていただくと同時に非常に手短に何に今,今一番この領域では関心があるかということはあ,のあまり解説ではなくて一言でお願いいたしたいと思います。よろししくお願いします。 じゃあそあの春日さんから順番にお願いします。はい、えー、ご紹介ありがとうございました。皆様こんにちは、えー。私自身はですね、あの約30年間、あの厚労省の研究所の職員として、えー、公衆衛生、特に食品衛生の研究をずっとしてきました。ところが、あところがといいますか、それをもとにしてですね、あの日本学術会議、あの黒川先生が会長されていたあの日本学術会議ですけれども、そこの 国際担当副会長としてちょうどその時に世界で立ち上がろうとしていたフューチャーアースこれはあのサスティナビリティのために、えー、全アカデミアがこう力を結集して当たらなければいけないというそういうプロ,あのプログラムが出来上がるところだったのでそこに学術会議としてこれは日本がコミットしなければいけないその国際事務局を日本に招聘したいということをあの、えー、という活動をしました。 でその結果、責任を取って日本,の,日本の,あの事務局長を務めることになりました。えー、今日はですね、えー、フューチャーズが進めているその、えー、科学の中の,その分野を超えた連携と、そして社会とアカデミアとの連携の具体的な、えー、取り組みの例、そして、えー、目の前にあの抱えているチャレンジについて、皆さんと一緒に議論したいと思います。 30, please. はい、ちほさん、ありがとうございます。このように皆様とご一緒できて大変嬉しく思います。私はパブリックヘルスの医師であります。そして、キャリアの半分に関しましては、政府で働いてきました。公衆衛生のディレクターとして務めてまいりました。そして、その仕事からですね、私はたくさんの懸念を抱くこととなりました。 この政府の制度の中で大きな挑戦に応えていないと。アランさんや長崎大学の学長様がお話になったような課題に取り組んでいないというように感じました。ですので、大学に戻ったわけです。私の目的といたしましては、やはり我々の やってる仕事がどういったインパクトをもたらすのかを考えたいという,うに思いました河野様の方からもお話がありましたけれども大学ではですね、問題について語るだけではだめだと他の人に解決を委ねてはいけないとやはり意思決定を社会で行っている人たちと共同しなければいけない政府産業そしてコミュニティの人々と取り組まなければいけないそれに対してパッションを持っていますこの後のディスカッションを楽しみにしておりますありがとうございます はい、みなさんこんにちは。M サアネディグループの原口でございます。<laughs> えっと私どもはですね、あの保険会社グループなんですけども、あのこの10年ですね、急激にその火災保険の中での水災の支払いがも右肩上がりに上昇しているということで、この気候変動問題が自分たちの本業に えー、もう直接、えー、経にインパクトをもたらすようになってきているという中で、えー、このプラネタリー・ヘルスの考え方を取り入れて自然の力を使ってこの気候変動の緩和、適用を進めていこうということで2015年にグリーン・レジリエンスという概念を提唱して、えー、それ以来その、えー、アカデミアや自治体の方と取り組みを進めています。 でえー、そうした中で、あのー、2021年ですね、えー、TNFD という自然関連財務情報開示タスクフォースというものが立ち上がりましてそこのメンバーに選ばれて今その自然と金融ですねお金の関係を、えー、世界共通で、えーまあ、見,見るためのフレームワーク、まあ、物差しを 作る活動をしています今年の9月にその最終提言を出す予定になっておりますがこれはですね2017年に TCFD という基本関連財務情報開示タスクフォースというのが動きましてそれで世界の金融界が今まで行動をなかなか変えなかった事業会社の方々にエンゲージメントをすることでですねパリ協定達成のための今動きが急激に起こっているんですね。 それに習って今度はそのネイチャー、バイオダイバーシティの問題についてこれを回復軌道に乗せるためのためにその開示フレームワークを作るという活動をしております今日はまあそういった観点からこのヘルスケアの分野の方々について方々にですねあのメッセージを届けたいと思いますよろしくお願いしますはいでは山野さんお願いしますはいあの皆さんこんにちは国立環境研究所の山野と申します えっと、私自身はですねあの、まあ、生き物を対象として、まあ、海の生き物のサンゴなんですけどサンゴを対象として、まあ、水温上昇などの気候変動の影響をですね、えっと、見るといったことをやっていましたただまあえっとその影響があった時にですね人々が、まあ、私の関心はですねどう応答するのかっていうね関心が移ってまいりまして、まあ、それはまああの生態系から受ける恩恵ということで生態系サービスという概念が生まれたのと、まあ、ほぼ 同時にですね、私もそういった論文をを読んで関心を持つようになりました。ただその生態系サービスはなかなか奥が深くてですね要するに人がこう人との関わりとの間で起こるものですので人が認識しないとサービスにならないということで非常にまあ,あのコンテクストスピース スペシフィックと言いますか文脈の依存のところがあります。それにさらにまああのまだ分かってない部分っていうのもたくさんあってですね価値化できない部分もあるわけですね。それでまあいろんなあの産業省でいうと例えば水産資源とかま防波機能をえっと産業省は持つので災害低減機能っていうのが だんだん言われてきたんですけど、まあ、その中で、例えば先ほどアイジェスの、えー、と竹内先生から話のあった医薬品になるとかです、そこは全くまだアンノーンの部分ですし、えーとまあ、そのアンノーンの部分が分からなければ、一体どういうふうに保全を進めていくのかというのも、なかなか分からないわけですね。それで、まあ、そのヘルスの部分というのは、えー、産後症に限らず、陸域生態系でもヘルスの部分との関わりというのは、まだ生態系サービスでも認識されていない部分が実は、 非常に多いんじゃないかと思ってます。まあそういったこともあってですね、えっ、ー、とまあこのえっ、ー、とせっかくこういった機会に参加させていただいて、まあ私も勉強させていただきながら、まああの生態系から受ける恩恵とかですまあ逆にパンデミックの脅威といったものもありますけど、そういった人間との人間と生態系との関わりっていうのを考えていければなと思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、では吉富さんお願いします。はい。 皆さんこんにちは厚生労働省国際課と水道課で仕事をしている吉富萌子と申します今日はよろしくお願いいたします私はかつてあの大気化学の研究をしていてその時は大気には国境がないので大気がどんな風に越境汚染を運ばれていくかそういうメカニズムの解明や えっと、気候変動と大気蘇生がどんなにお互いに関係し合ってるかということを研究していましたその中で気候変動は今まさに起こっていて何か政策をら適切なタイミングで取らないと気候変動がどん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 深刻になっていくっていう状況を見て,見ていて、えっと、行政官になって科学者が見つけた知見それを適切なタイミングで行あ えっと政策環境政策に反映させようと思って行政のせ世界に入りました。最初はかあの環境省に入省していてそこでは例えばあの我々よく「You can only manage what you can,、uh, what you can measure」っていうようにその観測できるものしかコントロールできない。 これは大気汚染に関しても海洋汚染に関しても気候変動に関しても言えるんですけれどもそういう意識のもとであの航空機とか船舶とかいろんな衛星とかいろんなツールを使って世界中で何が起こっているのかっていう観測網の確立を目指した仕事をしていましたそしてその後厚労省に今出向しているんですけれども例えば、えっと、トンガとか島しょ国に行くと 今はよくあの海面上昇の問題が重視されているんですけれども海面上昇は単にその島が沈んでしまうだけではなくてすでに起こっている問題としては淡水レンズのその淡水の塩分の濃度が極めて上がっていてもう人が。 トンガとかフィジーとかの水を飲めなくなっているような状況が発生しているっていうのをあの目の当たりにしてじゃあハリケーンにもやられてしまうあるいは何をしていなくても塩水濃度、塩分濃度が上がっていくその水にどんな水道施設を国際協力として日本があの提供すれば彼らの生活が良くなるかっていうことを考えて水道の国際協力を考えて あ国際協力を検討したりあるいは国際化では、えっと、あのさっきも先生方の南斎先生とか橋爪先生のお話に出てきましたけれども日本の医療システムをどんなふうに脱炭素化進めていくかこのような仕組み作りを今始めたところです今日はよろししくお願いいたします。 はいいありがとうございましたあの皆さん、いろいろな立場で、えー、と今日の,ディスあのパネルに参加していただいているわけですけれども皆さんそれぞれその科学の知見とそれから実際のアクションというものを結ぶというそういう視点はあのど,のどなたも共通しているんではないかなというふうに思いますので、まあ、そういうあたりを中心にあのディスカッションが進めていけたらというふうに思います。で、えー、今まであの前半のディスカッションがありました。 それで前半は気候変動と健康というところに比較的こうフォーカスをしてですねそれで議論を進めてきたわけですけれども,もうその中でもあのすでにこう生物多様性に関わる部分あるいはスピルオーバーという問題あるいはローカルな問題がグローバルに波及していくというそういうようないくつかの現象について言及があったと思います。 でそういうわけで、えー、前半に行われたディスカッションというのはあのこの後半の部分にも非常につながりが強いというふうに私は考えておりますので、まあ、そこら辺のことも少し念頭に置きながらですねあのディスカッションをしていただければというふうに思います。で、えー、次のポイントにちょっと移っていきたいんですけれども今ちょっと申し上げたところに近いんですけれども、えー、前半の気候変動っていうのはまあ,あのいろいろな 受ける影響から考えるといろんなローカリティというかいろんな地域によって受ける影響違うわけですけれどもこの生物多様性の問題とかあるいは環境性の問題というのは非常にローカルなところから始まります。それでローカルな中で済んでしまう場合もあればそれがいろんなところに波及していく場合もあると。それから生物多様性がこう これは学長の貴重講演の中にあったようにですね、生物多様性が失われることによってそこからいろいろな病原体が、まあ、人間と接触してそのインパクトが今度は世界に広がっていくとこれもやっぱりローカルな出来事っていうのが世界にこう波及していくっていうそういう例なんですけれどもこのローカルグローバルあるいはローカルドメスティックという問題について皆さんの中でまあ ご自分のかかっているエリアからですね、どんなこうお考えを持ちか、どんな経験を持ちかということについてお伺いしたいと思います。それで、まず、トニーがなんかマイクを持っていますので、じゃあ、トニーに最初にお伺いしたいと思います。Thanks very much, Tia. はい、ありがとうございます。はい、これはとても重要な問題であるかと思います。やはり、開発が波及する一つの国から一つの国へと広がってしまう。 そして特に高所得国、日本、そしてオーストラリア、私が住んでるオーストラリアで重要な問題です。河野先生がですね、この感染病のですね波及という話をしました。動物から人に広がるということで、これは全く違う波及です。これはですね、我々の暮らし、例えば日本、オーストラリアでの暮らし方、まあ、イギリスもそうかもしれません。その暮らし方 のの問題なんですね他の国からサプライチェーンのチェーンが先ほども出ましたそのサプライチェーンが医療制度のサプライチェーンかもしれませんしそして我々の暮らしに関わるサプライチェーンかもしれません。 率直に申し上げまして、そのメトリックを理解するということが重要です。南斎先生がこれに携わっていらっしゃるということですよね。インターナショナル・ソセス・パネルで書かれていらっしゃるかと思いますけれども、これがきちんと大学、そして社会の皆様に理解されていないということが問題かと思います。これは、タ素スにも関わっています。先ほどのセッションでもそれが取り上げられました。しかし、渡辺先生がおっしゃったように、 他の汚染にも関わっているわけです。有毒な汚染、これは生,生産から来るものもあります。また、これらが生物多様性を失わせることになっているわけです。例えば、紙を輸入する、これは他の国の侵入伐採につながっているかもしれないわけです。そして、これは社会問題にも関わっているかもしれないわけです。例えば、近代の奴隷制度がサプライチェーンで起こっているかもしれないということになります。でですので この流れをきちんと我々は管理しなければなりません。我々の消費によって生まれる流れです。これは高所得国においてです。これが他の国にどういったインパクトを与えるのかを考えなければなりません。これはパリ合意、そして SDG のフレームワークの外ということになります。これらは国のです、ね、責任だけを追求しているからです。 公所得国がネット上に向かっていることは素晴らしいんですけれども、しかしながら汚染排出を他の国で起こしているのであれば、それは高所得国の責任としてそれを抑制するということが必要です。消費を抑え、そしてそのサプライチェーンをきちんと理解し、購買力を使って、そして移行を促していくということがとても重要だと思いますす以上でで非常に重要な問題です。 最初に私がちょっと、ね、あの言った、まあ、あの病原体のスピードオーバーというのとはちょっと違う角度からそのやっぱり日本ではやっぱり我々は相当考えないといけないんですけれども日本の中で起こっている出来事は日本で決して閉じていないというところでいろんなところにインパクトを与えているとその結果が何かということをやっぱりよく考えてみなきゃいけないとこれはまあ日本に限らず世界のいろろな国で起こっているわけですけれどもであのそういうこれはあの前半、まあ、特に南西さんがあの言及されてたと思いますけれども えこういう観点について、他のパネリストの方から何かこうレスポンスというか、あるいはこういう角度があるよというのはもしございましたら、ははいいいじゃあ原口さんお願いしますはいえっと今のえっとコメントで、グローバルバルチェーンへの依存というものは、実は日本の産業セクターは、世界でおそらく最もその海外からの,その自然資源の輸入に頼っていると。 いうこ,とですでこれがその TNFD の開示を、えー、日本の産業セクターがやっていくときに非常に、えー、大きな障壁になるということが明らかになってきています。TNFD ではその T N あの自然との関係性を、えー、依存・影響を分析しそれが自分たちにとってどういうリスク・オポチュニティになるかもしくは社会にとってのリスク・インパクトを出しているかっていうことを、まあ、開示していかなきゃいけないんですが。 その時に、えー、とダイレクトオペレーションとアップストリームダウンストリームについて、えー、情報を取って開示しなきゃいけないところが日本のほとんどの企業にとってアップストリームって海外なんですね海外の資源でまあどこの国から来てるかぐらいわかると思うんですけどもその国のどこの森から来てるかどこの海から来てるかどこの川から来てるかどこの畑から来てるか 全然トレーサブルじゃないんです、えーまあ、日本の商社の方が頑張ってもうあの非常に安定調達をしてくださってきたことに我々はまあ依存してきたためにですねそこ,こは見えていないところがあのウェスタンの、えー、企業とかは、えー、まあ商社っていうものはありませんので自分たちでその調達のところにかなりエンゲージしているわけですね。 ですから、トレースしていこうと思うとどこどこの農家とかどこどこの畑まで行こうと思えば行けるですからその開示についてもやろうと思えばやれるっていうところなんですが日本の場合もう、えー、産業全体があのグローバルバルチシーンに依存しているがためにここの開示が非常にハードルが高くなっているでこれがその、えー、先ほど河野先生からあったその 都市化をしていくことで人間の,そのマインドセットが変わってしまう要は自然との関係性が分断されていってるわけですね。でそうすると分断されるとですね結局何で、えー、価値を測るかっていうとお金で測っちゃうんですね。要するに安いから、えー、長崎県内の農家から買うよりもインドネシアの農家から 船で運んで CO2 出して <laughs> 持ってきたやつの方が安いからそちらを選ぶっていう判断になってしまう、でこれが、えー、やっぱりレジネンスを下げていく、えー、その社会もそうですし、われわれ人間の,、まああの健康に対するレジネンスも私は下げていくんじゃないかっていう、そういったそのアナロジーがです、ね、あるんではないかというふうに思ってます、はいまありがとうございました。 あの TND f、D、の話からまあ、スタートしてあの特にまあ日本の産業構造っていうのが一つ問題を抱えているというそういうご指摘もあったと思いますけれどもじゃあ山野さんお願いいたしますはいあのありがとうございますあのえっ、ー、と今までのご指摘の通りだと思ってますそれでまあ、特にまああの日本で顕著だと思っているのはやっぱり日本国内資源を 使ってないんですよねそれで耕作放棄地が生まれたりとかして、まあ、それが生まれるとどういったことが起こるかっていうと獣害とかですねそもそもともと山にいた生き物が あのイノシシとかシカが増えてですね、えーとまあ、里に降りてきてやはり人に接触してしまう、そこで例えば日本では、まあ、マダニ由来の感染症が流行ったりとかですねそういう国内資源を使わなさすぎることによる弊害も受けてますのでやはりその海外依存の部分と国内の資源を使わなさすぎっていうそのアンバランス、両方をです、ね、解消していく道をまあ考えないといけないんじゃないかなと私は考えております、はい、以上です。 いや今の点ですけども非常に重要なポイントだと思いますれはアンバランスが生じているのはやっぱり先ほど原口さんがおっしゃったようにやっぱり経済的な価値で見ちゃってるってそういうことになるんですかどう,どうですから生物多様性のー議論 CBD での議論でもあのどの国もです、ね、そのネイチャーロースが課題になってるんですけど日本だけ唯一アンダーユースっていう日本だけだと思いますあのアンダーユースが問題になってるっていうのは。 でこれはその日本にその自然資源を輸出している例えば途上国の人からしたら、えー、自分たちのそこの地域の人からしてです、ね、自分たちの生活圏であるその森林やそのまあ河川環境とかを壊しておきながら、えー、自分たちの国では使ってないんですかってもしそれを気づかれると何やってんですかと先進国なのにと言われると思います。 でもう一つはやっぱり今の世界的なインフレの中でいうと気候変動の影響もあってコモディティの生産のボラティリティが上がっていくとだんだん日本も買えなくなってくると思うんですね。で日本の中で本当は作れるものも作らずに輸入していると。でこれはもうなぜそれが今変えられないかっていうとやっぱりその国際分業論っていうあの <laughs> 経済学の概念があるみたいなんですけど。 ずっとその霞が関の人たちも国際分業論が正しいという前提でもの政策を打ってきた。なのであの国内自給率を上げるというところになかなかこうあの重きを置けなかったんですけどそろそろ変えないと、えー、日本何やってんだと言われかねないなというのは私はあの、えー、思感じていいまますす、はい、ありがとうございますあの非常に重要な,重要な面白いポイントだと思いますけれども、えっと、トニーさんから何かこう。 外から見た立場といいますから、ら日本の今こう面していることに関してオーストラリアはそこら辺の例えば国内資源とオーストラリアも外にあのいろいろ依存している部分があると思いますけれども、その国内、国外の依存のそのバランスというのはどんなふうに考えられているか、どんなふうなことが起きているか、そこら辺のことをお話しいただけるとありがたいですけど。Yeah thanks thanks very much Chiho very、uh ありがとうございますオーストラリアもコロナの時にです、ね、問題になりました。他の国に依存しているということがですね、例えば繊維。例えば保護具なんかをヘルスケアで使うものはです、ね、繊維からできているんですけども、繊維に関しましては我々かなり他国、アジアの諸国に依存していたんです。 そしてオーストラリア政府は、それをちょっと一歩あの立ち止まってですね、再考し始めたという形です、まあ。派遣の問題もありますね、そのサプライチェーンに関する。これあの、もうやはり重要な点だと思います。それからもう一つ大きな問題としては、オーストラリアに関しましては、現在かなり依存度が高いのが、その石炭とガスの輸出ですね。 これは我々の収入源になっているわけです、輸出しているわけです。という意味で、一つ重要な可能性としてですね、オーストラリアがもしかしたら COP31 のホスト国になるかもしれないんですけれども、あのまあ、太平洋諸国の国々とですね、そこでですね、まあ、かなりプレッシャーがかかる可能性があるということなんですね、これをなんとか変えなければいけないということで、この輸出、産業。 を変えななけければいけないということというのはネガティブなスピルオーバーにつながっていると。これは我々の石炭とガスの輸出が被害を及ぼしていると。まあ、例えば大気汚染によってですね、これが燃やされるときに、あのアジアの諸国で燃やされるときにですね、燃焼によって700万 人分のですね、その生命が毎年危機にさらされるというふうな言い方もあるわけです。ですからオーストラリアの石炭はですね、もうかなり多くの死に繋がっているとも言われているわけです。これは環境的なインパクトだけではなく、その毒性の 排出物によるものが多いですんで、多いですけれども。ということで、我々の国から他の国に対するこういった影響というのも考えなければいけないと思っています。それからいくつかあのリサーチによってです、ね、定量化されている部分もあるわけです。そして、きちんと定量化今後も行って問題を把握しなければいけません。オーストラリアが ですぐ、ね、に移行をしてポジティブなスピルオーバーにエネルギーにおいてです、ね、転換するということはできないということはないわけです。例えばグリーン水素をもっと輸出するとかですね、オーストラリア発で、それからオーストラリアはすごく太陽光が強いので、まあ、再エネのチャンスもきっとたくさんあるわけです。ですからそういったものを使ってポジティブなスピルオーバーを他国にもたらすという、それができないということはないのでそういった可能性もあると思います。 いろいろなあの話題が今出てきたところでまあそれぞれの国はそれぞれで違う形で問題を抱えているのは間違いないと思いますけれどもえまあ多分このディスカッションをずっとやってると一番最後までこのディスカッションでいっちゃうんですけれども次の話題にちょっと移る前にもし春日さんあるいは吉富さんからまあこの点について何かあの一言をおっしゃりたいことがあればなければ次にいきますけれどもあればということで。簡単に あのローカルとグローバルとの,その結びつきのことであのさこの議論が始まったと思うんですけれどもあの今までの皆さんが指摘くださったようにそのグローバルのインパクトがローカルに及んで、えー、その場所によってそれぞれ違う形の問題が発生しているということそれから逆にローカルで起きていることは必ずそのグローバルにインパクトがつあ,のあるということ。 これをままずは認識し,ないしてないといけないといいいななととけうに思いますで。フューチャーアースはグローバルなその研究のネットワークですけれどもあの必ずしもそのグローバルのスケールのことだけをやってるわけではなくて、えー、ローカルベースとの,、えー、その知見それからその活動の実績をどうやって、えー、ジェネラライズして またそのきょ、えーとその、例を共有できるような形で、えー、グローバルに結びつけていくかということをあの今の本当に喫緊の課題,課題として取り組んでいます。ままたた具体的にはまた後ほどの プラネタリヘルスを今、まあ、大学で推進している立場からだとやっぱりプラネタリヘルスと言った瞬間にみんなプラネタリだと思うわけなんですね。それであのうちはそんなことやってませんよとうちはローカルことやってますよという反応が入ってくることがあってやっぱ決してプラネタリヘルスというのはこの地球の大きさで進むことはもちろん重要なんですけれどもやっぱりローカルにいろんなあのタンを走っているものがあるということはあの知っておいていただければなと思います。吉富さんいかかがですか 大気、えっと、汚染はまさにグローバルな問題でありローカルな問題それが双方向に働く問題です日本の大気汚染は、えっと、1950年以来あの問題として認識されてきましたそしてまずは日本のローカルのエアポリューションの問題が、えっと、日本独自の,技術,あの技術対策等を取ることによって1970年代に大きく改善しました しかしそのあと問題になっているのがいわゆる、えっと、アジアで発生した汚染物質が越境大気汚染によって日本に流れてくる風下の日本に流れてくるあるいは世界一周するその影響とそして今まさに深刻さが増している気候変動がさらにこの大気汚染の問題を深刻にしています。 ただ、えっと、我々科学に基づいていろんな政策を考えているんですけれども,必ず,しもあのあ必ずしも中国で高い濃度の排出物が出たその数日後に日本で高い濃度が観測されるっていうことは必ずしもそこに あの,100の関係はなくてもちろんあの気象条件による差とかあるんですけれどもあ,のある程度はやはり中国等の,あの、まあ、今成長している国からの影響が出るでもローカルの問題も解決していないだからあの我々その原因がどこにあるかっていうのをしっかり科学に基づいてえっと 問題を理解してそしてじゃあ対策を日本で取るべきなのかあるいは国際社会に求めるべきなのかそこをあの責任追及という形ではなくてお宅の国であの皆さんの健康を考えると排出,排,排出量を減らすべきですよとかいろんな交渉の仕方があるのでそのようなことを我々日々考えながら仕事をしています。以上です。 はい、いありがとうございました。非常にあの慎重に語っていただきましたけれどもあのまさにやっぱりそういうどうやってそのエビデンスをきちんと出してでそれに基づいていろいろなアクションに持っていくかというそういうご指摘だったというふうに思いますどうもありがとうございましたそれではあのこのローカルグローバル問題非常に重要なんですけれどもあのここら辺で、えっと、次の話題に移っていきたいと思います、まあ、次の話題といってもあと10分ぐらい。 1 2三3分ぐらいあのであのしか議論する時間がありませんけれども、えー、と次の話題は、まあ、プラネタリーヘルスを実現するというところであの 基調講演の中で、えっと、河野学長があの話されたように、まあ、その実現することを目指して長崎大学今長崎大学にかかわらずに日本のいろんな大学もちろん世界のいろんな大学それから大学にかかわらず大学に限らずいろいろな、まあ、エージェントといいますかそういうものが努力をしているわけですけれどもじゃあそのそれを実際に実現するとだからみんなこういろいろそれ理,理想的なことは分かるんですけれどもそれをじゃあどうやって実現するかとで、えー、前半の,あのディスカッションの中に、えー、アランが 言っていたように目にポジティブ・スイング・オン・ゴインというそういうい非常にあの力強い動きというのがあるんですけれどもじゃあ皆さんがかたわあの関わっているおられる問題の中でそういう動きというのはあるいはどんなことをやったらいいのかあるいはなんかリサーチギャップ、まあ、ノリジギャップですかねそういうものがこんなところが必要だよということがあれば、まああの一言ずつあのお願いしたいと思いますけれどもじゃあ春日さんからお願いします。はいいありががとうございます、えー、私が 長崎大学に訪職したのはつい先月からなんですけれどもあのそれまでは国立環境研究所で、えー、とフューチャー,アースの国際事務局をホストしていただいていましたで今回ですねプラネタリーヘルスを全額を上げ,上げて、えー、推,進推進しているという本当にこのユニークなあの大学の取り組みをあのお聞きしましてこれはフューチャー,アースの,そのアプローチと非常に重なるところがある。 これはぜひあの長崎大学ともっともっとこう協力をさせていただきたいということでこちらに移動してきました河野学長のお話をお聞きしてもまたあのご紹介のあった本を読みましてもやはりそのアプローチとして本当にフューチャースがあの基本としているアプローチと全く重なりますでそれは何かというと先ほどもちょっと触れましたけれども 1、えー、一つの科学分野では、えー、この相互に連関する複雑なその危機的な状況社会においても危機的ですし地球環境においても危機的ですしそれを解決する、えー、科学的なソリューションは、えー、提供できないということもう一つはアカデミアだけでは科学的なそのことを知見を出しても社会の問題は解決できないということですでその2つのアプローチを具体的にフューチャー数の中では グロローーバルにもまたローカルににももままたカ取り組んできていますそのいくつかをごし簡単にご紹介したいと思います。一つは、その分野を超えた科学からの統合的なレポートの作成です。で、その一つは、あのこの学長にもご紹介いただきました、10インサイトにクラメットサイエンスという、えー、レポートで、これをクラメットサイエンスというタイトルがついていますけれども、えー、生物多様性も、また、えー、安全保障も、健康も、 含ままれるそういうい統合レポートになりますでここに長崎大学の、えー、サ,サニー・ソク先生准教授の先生が、えー、コーディネーターとして事務局側で、えー、ご尽力くださって関わられていますでこ,の中このような、えー、転入インサイトそれからですね、えー、アランがご紹介くださったと思うんですけれども、あのー、ワールド・エコノミック・フォーラムのによるリスクレポート これの科学者版をフューチャースは作っています。えー、世界の科学者にインタビューをして、で科学者の視点から、えー、リスクをランキングした、そういうレポートを作っています。でこの中では、やっぱり地球環境に関する、えー、リスクを、えー、ビジネスリーダーよりも、より強く、えー、ランク付けています。厳しい、あのー、スコアを付けています。そして、えー、国際会議。 これはあの大学の先生がよく参加される国際学会ではなくて、えー、社会の実務者とアカデミアが対等に参加して一緒に作っていくそういう国際会議を、えー、3年前から、えー、開催しています毎年開催していますサスティナビリティリサーチイノベーションコングレス SRI という会議ですでそこに、えー、渡辺先生も含めてですね トリーも含めて、えー、ヘルスの、えー、セクションの人たち、フューチャースの中です、ヘルスのところを特に、えーあのー、プロモートしているグループがあ、橋爪先生に入っていただいています、あのー、SRI の中でも、えー、セッションを設けてくださっています。そういう、えー、科学の中の統合的な活動が一つです。もう一つは社会とのの、えー、コラボの例です。 これをフューチャースではトランスディスプリナリーアプローチ、超学際研究あるいは超学際アプローチというふうに呼んでいます。この中には、社会のいろいろなセクターとのコラボと、それからいろいろな世代との共同、いろんなスケール、いろんなレイヤーでの取り組みを進めています。えっと、日本の中で特に力を入れているのが、 原口さんにご協力いただいていますけれども金融セクターとのコラボですこれは南斎さんも非常に強く関わってくださっていますけれどもまた南斎さんがおっしゃってくださいましたけれどもいろいろな産業にあまねく影響を及ぼす影響与えるのが金融セクターとそしてメディアだというふうに思っていますで金融セクターとそれから地球システムを科学する科学者 普段やっているビジネス普段考えているものそして見ているものに違いがあまりにもありすぎますですのでまず対等なところで一緒に話をするということがいかに大事なことかということを学びましたでそこでお互いのその、えーま、取り組み活動を 謙虚に学び合うこと、そしてお互いの,その求めていることを理解し合うことから新しい科学の芽が生まれてくるというふうに気づきましたこれが新しいそのトランスディスプリナリーなアプローチのきっかけになるということを見つけていますそして、えー、もう一つ、えーまあ、ここ個別の名前出してもいいと思うんですけれども流通業界の代表であるイオン環境財団 そこと、えー、フューチャーストは SDGs の,あの日本としてのターゲットを取り組み設定するためのそういう対話会議を始めています。えー、UNDP の前代表の近藤さんいらっしゃいますけれども一緒にあの日本としての SDGs 円卓会議推進円卓会議のメンバーを務めていますがあの一緒交渉していましたけれどもそこで 今あの認識されたのが SDGs を推進するにあたって日本では具体的なターゲットをまだ決めていないということですターゲットが決まらないと何を目指すのか、えー、どこまで達成したのかを評価してそして、えー、足りないところをアイデンティファイするそれができませんですのでターゲットを決めるということをまずあの若い人たちと一緒に取り組みましたで若い人たちには 望む姿日本の将来の姿をまず話していただきましたそして現在の問題との比較をして何が必要かというところにターゲットを置いてもらいましたその中で指摘されたことの一つは世界で起きていることと自分たちの身の周りにあることをつなげて見える化をしてほしいそのために科学も協力してほしいということ もう一つは若い人たちが独自に自分たちで地球環境のことを学ぶために学ぶことをもう始めているんですねあの大学の学生だけではありません企業の若手の人も含めてですそこに、えー、最新の知見を科学者は分かりやすく,く提供してほしいこういうことを言われてあの協力を始めたところですこのようなな、具体的な インターディスプリーナ学際的な協力そして超学際的な社会とのコラボこれをフューチャーズの枠組みの中で進めてきましたのでこれをぜひですねプラネタリヘルスにもあの活用していただきたいまた、えー、プラネタリヘルスに貢献したいというふうに思っておりますはいどうもありがとうございましたあの、まあ、学際的っていうことと超学際的っていうことどっちもあのプラネタリヘルス実現していく上では 欠かせないいい要素だという,ふうに思います今、春日さんのお話の中で、えっと、金融界と、それから研究者とのつながりというのが出てきたので、ちょっとそこら辺に関して、原口さんにあのコメントをお願いしたいと思いいますはいえっと、TNFD はですねあの、タスフォースメンバー40人しかいないんですね。えっと えー、世界5大陸18カ国から、あのーまあえー、事業会社、それから金融セクターから集められた人たちでフレームワークを作ってるんですけど、まあ、専門性は、まあ、それほどあるわけではなくてもう膨大な数の研究者の方とか国際機関の方とかです、ね、NGO の方が、えー、アドバイザーとして協力して、えー、もう急速に開発を進めています。ですので非常にサイエンススベースと でありながら、えー、プラクティカルに使えるものを要するに我々は使う側として、えー、こ,これであれば使えるとただそれはその非常に妥協したものではなくてアスピレーションなんですね2030年とか2050年の社会を考えたときにビジネスやファイナンスはここまでいかないとネイチャーポジティブな社会経済にならないだろうという観点で作っています。 でそういう意味で、えー、TNFD ではで、ね、TNFD の活動に関心を持って一緒に IM、まあ、コレクティブアクションを、えー、したいという方を集めるフォーラムとかですねそういった、えー、組織体は別に作っていましてで先ほどあの霞が関の方々の悪口言ってしまったんですけどあの今、違います。<laughs> え この集まりにはですねその世界からも1000以上の組織が TNFD のフォーラムなどに参加してるんですけど幸い日本はですねそして金融庁環境省国交省農水省が参加してこの TNFD が作ってる共通の物差しをもとに自分たちの政策もそれにアラインしてですね 民間セクターのお金やリソースをこう一緒に政策に取り込んでいこうという動きが始まっています。で大学もですね、えー、と東京大学とか東北大学それから国立環境研究所の皆さんも、えー、と協力メンバーとして入っていただいてますのでぜひ次はあの厚生労働省と、えー、長崎大学にもあの入っていただけるとですねさらに 活動が進むと思います特にですね、ヘルスケアでいうと、タスクフォースメンバーの中に、バイエルと GSK がメンバーで入って、我々はそはヘルスケアセクター向けのスペシフィックガイダンスもこれから作っていく予定ですので、ぜひ皆様からのインプットもいただけると、非常に今ができるかなと思います。 はい、ありがとうございます、えっと、残り10分というサインが出てきましたのでそもうちょっとスピードアップしないといけないようなんですけれどもあの今、えっとまあ、超学祭というかアカデミアとそうでないところとの対話というのは非常に重要であるのは間違いなくてでその部分であの、吉富さんから見てそのやっぱり行政の使う言葉というのと研究者の使う言葉っていろんな相互があると思うんですがそこら辺について何かお考えがあれば伺いたいと思いますけれども。はい えっと、私があのアメリカで学生をしていた時、えっと、アメリカは基本的にあの研究者、えっと、かん環境分野あるいは気候変動分野の研究者には多くの割合高い割合で政策提言までが求められます。すなわち自分が科学的に得た知見これを政策立案者に理解させるそういう教育まで学生の時にき あの教育を受けました一方日本に帰ってきて自分が行政官になるとつくばと霞が関の距離は遠いなといろんな意味で感じることも多々あってあのお互いが一生懸命議論しているんだけれどもなかなか問題それぞれが問題だと思っている本質が残念ながら伝わらな,わらなくて共有ができなかったりあるいは えっと、適切なタイミングでその重要性をどちらかが認識できなかったりそういうようなことが残念ながら発生してしまっていますそこであの今まさにお勉強していらっしゃる皆さんあるいはあの、えっと、もう大きくなられた大人の皆さんもなんですけれどもまず世の中で何が問題として起こっているのか気候変動って今皆さんの 周りでいろんなところでその現象っすね。それを自分がどう受け止めるかあるいはそれがどう社会で報道されたりあの、えっと、専門家が説明しているかそういうことに興味を持ってそしてじゃあ自分はどういうアクションを取るべきなのかそれは、えっと、市民一市民として。 あるいは一職業人としてどんなアクションが取れるかっていうのを自分ごととして考えていっていただけるとあのいずれはいろんなステークフォルダーが同じ言語でそして同じ感覚を持って議論できる日が来ると思っています我々も努力しているのでぜひあの皆さんと今後もっといいコミュニケーションができるようになったらいいなと思っています、はい、ありがとうございますあの 学生さんにそういう努力をまあ,あのしてもらうと同時にやっぱり教育の側もいろいろ考えないといけないですねそこのところはあの。山野さんは今のお話を聞いていてどう,どうですか、ね、その何ていうか視野の狭い研究者の側からの反論としては。<laughs> <laughs> いやいやそうですねえっと、まあ、筑波と霞が関の距離が遠いなっていうのは私も感じるところが時々あります。それで 何、まあ、て言いますか私はまあ研究者ですので研究者の立場としてはやはりまあこうすべきっていうのはまあしっかり言うべきだと思っているんですねそれをもとに対応を始めることが必要だと思っています一方で、まあえっと、こちらがまあいいと思ってやること例えば先ほどのグローバルサプライチェーンとまあローカルの問題にしても実は象徴的には あの厚労省も関わってきますし農水省も関わってきてあと環境省も関わってくるとかですねすごくあの多少庁が関わってくるところになると。 なかなか行政の方と、まあ、こちらはこうしたらいいんだけど動いてくれないなといったら失礼ですけど難しいんだなっていうのを感じる場面が多々あったりとかはしますねただまあすいませんあのちょっとそれはもう申し訳ない余談ですけど、まあ、科学者の立場としてや,やはりまあしっかりしたあのサイエンスに基づいたデータ,あのデータに基づいたですねことを言うのがまあ第一だと思っていまして例えば先ほどの,あのグローバルサプライチェーンとローカルの問題ですと あの生物多様性に関してはですね、まあ、ヘルスの面で見ても正、まあの面と負の面が必ずあるわけです負の面はパンデミックを起こしてしまうそのスピルオーバーの元になりますし正の面だと自然に癒されたりとかですねあるいは細菌ですと、まあ、腸内細菌が活性化といいますかの組がですね自然に触れることによって変わって、えーとまあ、健康になるとかですねそういう仮説も出たりしてきています。だからそういった、まあ、生物多様性ののの部部分分と負の部分を をまあヘルスに限らずですねしっかり認識して付き合い方を考える必要があると思うんですね、まあ、要するにゾーニングをしっかりすることだと思ってます。例えば海外でやっぱ触,れたい触れちゃいけないけ とこってのあるわけです、ね、触れると感染症をも,もらってしまうって言いますか？生物体制の悪い面を悪い面と言ったらあれですけど、もらってしまう場合もありますし、一方で身近な自然を大切にしないと、やっぱりこう、ストレスとか、まあ、えっ、ー、と、そういった面でもメンタルヘルスでも、えっ、ー、と、関わってくるということで、そういったあのゾーニングをしっかりすることが重要かなと、えっ、ー、と、思ってます。それで、そのため、そうしますと、実際それを実現するにはいろんなセクター。 に関わって関わらないといけないしあと社会のとの、えー、と受け入れですねそういったこともあってトランスまさにトランスディスシプルなりな一種あの問題になるわけですよね。ですねそういったところでえっ、ー、とまあすいませんあの、えー、と繰り返しになりますけどしっかりしたサイエンスベースに基づいたあのいろんな対話を、まあ、私としてはですね進めていきたいと思ってましてそれはお互い多分いろんな立場でこう,こういうふうに えとすべきで対話を進めたいというのがあると思って、多分目指すところはですねあのプラネタリヘルスというのは皆さん、そこを目指したいと思っていると思うんですね。ですので、それぞれの立場を考えながら、あとお互いの立場も考えながらやっていくのがいいのかなと、すみません、ちょっとなんかぼんやりした結論で申し訳ないですけど、ただ、サインさんの立場としては、そこは揺るぎなくやるべきなのかなと思っています。フロアからもちょっっと手が上が上ていの 一言,一言であのこのどうやって実現するかという話題についてですけども。い。ありがとうございます、Chiho。ありがとうございます。社会科学、人文学、政治科学、いろいろなものが必要ですけれども、アクションのためにですね。 まあ、いろんな課題が今あるわけです。ですから、すべての知見が必要です。自然科学も必要です。それから健康科学も必要です。それから大学がやるべきことの一つとして、まあ、河野先生からありましたけれども、まあ、プラネタリー・ヘルスのためにみんなが協力するということだと思います。その中にはお互い変わらなければいけない、文化の変容も必要ですし。 それから急速な移行も必要ですね。自然と調和の中で暮らすというライフスタイルへの移行。そしてそういった変更はどうしたらできるのか、システムの変更も必要ですし、個人の行動も変容も必要になります。そこができて、やはりプラネタリーヘルスが完成すると思います。 やりたいことは、まあ、一一人だけお一人だけフロアからのご質問を受けてでその後あの今かなり締めの言葉を言ってくださったパネリストもいると思うのでまだ言ってないよと思ってられる方から一言だけ伺って一番最後にあの河野学長がずっと聞いてくださっているので、まあ、あの今日の全体を通じてお感じになったことを一言あ言感想を伺えればというふうに思っていまますすじゃあ先ほどからら手を挙げてもらいますので黒川代表お願いします。 今マイクを参りますいや、みんな素晴らしいディションでよかったんだけど、今、グローバルになってるので、情報がどこにでもあるわけですよ。その中だけでやる必要なくて、例えばそれの成功例が最近はコロナだったんですね、メッセンジャー RNA で作ったじゃないですか、あれはメッセンジャー RNA でタンパクを作ろうっていうのはビオンテックだったわけですね、キャンサーとかいろいろ。それはあのコロ どうやったら作れるかっていうのをシークエンスの2番目が危機だったんですよね。だからそれをやったのですぐにビヨンというかそれを買い込んじゃって彼女を複雑せずにしたわけですよ。もう30年前なんですよ、これ。だからそういう長期なこのサイエンスのポンジ何が起こっているのかということを広く見るっていうのはこれはサイエンスコミュニティの質。 あの責任だだと思うんだけどね日本だとみんな日本の人がやってるけどそういうのがあったらどこにそれでキャピタルを入れるかってそしたらやっぱりファイザーなんかやってるのはこれをキャンサーなんかに作れなんだってんでどんどん出すわけですよねビオンテック30年前にできてるんだけどストック見てみるとすぐ分かるけどものすごい安いんですよで時々誰かがあのこうインベストしてるのねであれが出た途端にブーンと上がりましたよ だから、そういうサイエンスが何をやってるのかって言うと、それをどういうところにそのやるかって、話のやっぱり見る目っていうのはこのグローバルですごい大事だと思うのね。だからそ、そういうそのセンスがサイエンスコミュニティは持ってないといけないなと思いまして。ちょっとコメントさせてもらいました。ありがとうございます。非常に重要なポイントだと思います。それでは、えっ、ー、と先ほどちょっと申し上げたように、えっ、ー、とまだ一言言いたいというパネリストの方がいらっしゃいますでしょうか？ もうだ十はいじゃあ和津香さん短めにお願いしますはい学生さんに言いたいことがあります長崎で勉強しているということこれを長崎のですね地域自然と文化これをあの十分に踏まえた上で、えー、あの将来の勉強に生かしていただきたいというふうに思いますそしてもう一つこれはフューチャースでもプラネタリヘルスでも 重要なそのエレメントとして考えなくちゃいけないことがまさに長崎にあります平和ですそして核兵器廃絶ですこのことが地球のあの環境にどのように影響するかどのように影響を受けているかということも真摯にそして謙虚に勉強していってほしいというふうにいただきたいというふうに思いますはいありがとうございます他の方はよろしいですかよろしいですか はい、それではえっとこれであの最後、河野学長からまあ、このパネルにのところについてのまあ、ご感想を一言いただければと思います。いやー、あのー、面白かったですね。あのー、僕が一番感じたのはやっぱり大学ですから。結局人材育成ですよね。それらで新しいことの研究。それとあの地域に貢献すると。まあ このためにですね今日のあの会があったなとただあの、まあ、若い人を聞いてほしいのはなかなか問題がありすぎて黒川先生が言うように簡単に回答を見つからんですよねだけど、まあ、こういったねいろいろ問題があるけれども今日皆さん議論した中で何をね感じて自分でやるかっていうのは非常に大事だなと例えば僕が感じたのはね まあ本当にそうね、僕自身が田舎の出身で、僕の田舎で山も田んぼも畑もあるわけですよね。ところがもう本当にね、なかなか厳しいですよ。なぜかというと、簡単、経済的に成り立たんから、全く。だから、この経済的に成り立たんというところと、ね、プラネタリーヘルス。 これをねあの、今の人間じゃなくて、将来の人間のためにね、今の,その金目の子じゃなくて、将来、僕たちのもう子供たちが、孫がね、どうすればより幸せに暮らせるかっていうのを、本当にね、どうすればいいのっていうので、ね、ぜひ、みんなで考えて、少しずつ解決に向かってもらえれば、今日のこの会の、まあ、 はい、開いた会があったなと思っております。本当にご苦労さんでした。ありがとうございました。どうも。はい、どうもありがとうございました。それでは、あの、今一度、えっと、パネルリストの皆さんに、あの、大きな拍手をお願いいたします。以上で、ディスカッション、パネルディスカッション2を終わりたいと思います。ありがとうございました。